こんにちは、どうも衣笠監督です。よいしょ。今日はですね、コメント欄にもあったんですけども、なんで薬に処方制限がですね、日数制限があるのかとか、なぜこの薬は長期で出してもくれないのかっていうお話をしていきたいなと思うんですけども、まずコメントにあった花粉症の薬、なんで3ヶ月処方で出してくれへんのって、1ヶ月とか短いスパンになっちゃうのっていうお話なんですけども、これについてはですね、正直言って花粉症の薬は別に長期で出しても問題ないっていうようなところではあるんですけども、ドクターによって本当に考え方が違いますし、出荷調整って言ってね、なかなか薬が入りづらかったり出回りにくい薬とかもあるので、長期で出してくれない場合があったりするんです。でいろいろ紹介していくんですけど、市販薬でも売られてますね。クラレチンとかアレグラとかね、あとこういうアレジオンとかありますけど、正直、ここら辺の薬って市販でも売られるぐらい割と安全性が高いんですよ。で特にアレグラ一般名フェキソフェナジン、クラレチン一般名ロラタジンとかだったら眠気が少なかったりとかするんですよね。なのでパイロットの方にでもですね、服用ができるぐらい安全性が高いって言われたりとかしてるお薬なんですよね。車の運転があっても、基本大丈夫だと言われたりしてます。なので、割と長期でね、56日とか出したとしても別にいいやっていう風にはなるんですけども、このアレジオンとかこのザイザル、アレジオン一般名エピナスチンとかザイザル一般名レボセチルジンとかはちょっと作用がね、先ほどの薬に比べると強かったりするんですよ。でアレジオンとかは正直さっきも言った通り安全性が高かったりするから市販にも売られてたりとかするんですけど、でこのザイザルですよね、これなんかやっぱり眠気が出たりとかする可能性があるんですね。でそれだけだったらまだいいんですけど、こういったアレルギー系のお薬って抗コリン作用っていうのがあって、例えば眼圧を上げてしまったりとか、あとは前立腺肥大症の患者さんに対してね、障害が出たりとかするので、やっぱり緑内障、一部の緑内障の患者さんには使えなかったりだとか、使えないって言ってもドクターによっては全然使ったりとかするんですけど、あんま適してなかったりとかするんです。なのでこういったお薬っていうのは長期で処方することによって結構ね、ドクターも怖い、容易に何ヶ月分もね出せなかったりとかするんですよ。やっぱり花粉のシーズンって長かったりするんで、定期的に来てもらうことでその患者さんの容体ですよねを確認しながら出したいなっていうお薬になると思います。でやっぱりその中ででもですね、例えば黄色の鼻水とか緑色の鼻水が出てたりすると抗生物質っていうのを飲まされたりすることがあるんですよね。これクラリスロマイシンですね、一般名で言うと。こういう抗生剤に関してはですね、基本的にあんまり長く出しません。なんでかって言ったら、やっぱり抗生物質っていうのは抗菌薬なんで、いい菌も悪い菌も殺しちゃうんですよ。つまり副鼻腔炎の悪化を促してる菌を殺すだけじゃなくて、例えば腸内細菌ですよね、いい菌悪い菌っていうのも殺しちゃったりすることによって便秘や下痢などの副作用が生じる可能性があるんですよ。なのであんまりこういうのは長期で出さないし、出したとしても最初の1週間は例えば2錠で飲んだりとかするけど、2週目以降は1錠に減らしてもう終了するとか、そういう風にするんですよね。なのであんまりドクターとしてはそもそも薬を長期で出すっていうのは、怖かったりするんですよ。ただ例えばコレステロールの薬とか血圧の薬とかは割と長期で出されたりすることがあるんですけど、これについては例えば高齢者の方だったら病院に行くのが困難だとかね、いろんな理由があったりするんですよね。で血圧とかも、やっぱり夏と冬とでやっぱり寒い方が血圧上がったりするんですよ。イメージとしては、寒いと筋肉が収縮するっていうの意味合いで血管もギュッてなるから血圧が上がったりとかするっていうような意味合い、捉え方をしてもらえればいいんですけども、特別ですね、そういった大きな変化がない限りは、割と症状が安定したりとかするので、長期で出されたりとかするんですよね。じゃあ逆に処方日数に制限があるお薬はあるのかなんですけども、それはねやっぱりこういったサイレースですね。僕過去にも何回も紹介したことがあるんですけども、一般名フルニトラゼパムですね。これなんかはやっぱり犯罪防止もありますし、過去にも話したことのあるオーバードーズの、抑止のためだとかですね、そういった意味合いで例えば30日制限とかね、日数に制限があったりするんですよ。なので例えばこれを100条に一気に出してくださいって言ってもそれは無理やと、なぜならそれを犯罪目的に使う人もいるかもしれないし、それを、ね、自分で命を落とすために使うかもしれないから、あと転売とかいうパターンもありますしね、いろんなパターンから、この薬は長期では出せないとかあるんですよ。でじゃあ、どういう飲み方するのが一番いいのかなんですけども、僕が思うにはやっぱり、花粉症って言ったら長い期間ですね、3ヶ月とか4ヶ月とか、人によっては通年生ってで1年中だったりとかするので、こういった強めのお薬とかよりも、例えば、さっき言ったここら辺の薬だとか、あとはねタリオン、一般名ベポタスチンとかね、そういうの、そういうあんまり強すぎない薬とかですね、そういうのを長期で服用するんだったらまだ安心なのかなっていうふうに思います。で薬剤師個人衣笠かなとという薬剤師はこういう考え方を持っているっていうだけであって、いろんな薬剤師医師がいます。なので今僕が言った考え方っていうのは本当に一般的なものだとは思うんですけども、この話を聞いてそれはおかしい、それは違うって思われる方もいると思います。なので一概にアレルギーの薬なんで3ヶ月出せないのか、なんで1ヶ月だけなのかっていうのはドクターに聞くのが一番ベストっていうような回答にはなってしまいます。でおすすめとしてはですね、例えばコンタクトをされてる方だとかはアレジオン点眼液、これアレジオン LX っていうんですけど、このアレジオンって名前がついたやつですね、一般名で言うとエピナスチンなんですけど、こういうのはやっぱ防腐剤が入ってなかったりするので、コンタクト装着しててもその上からさせたりするんですよ。その防腐剤っていうものが入ってるとコンタクトにその成分が吸着して角膜を傷つけることがあるんですよね。なのでコンタクトを外してから点眼したりとかね、あとはもう眼鏡で生活してもらったりとかするようにはなるんですけども、こういうねアレジョンだったら、コンタクトの上からでも使えるので、おすすめかなというふうに思います。あとは点鼻液とかねありますけど、やっぱりね基本的に花粉症の患者さんっていうのはやっぱり点眼液、点鼻液でアレルギーの薬、抗生物質、そこら辺がメジャーなのかなっていうふうに思います。で花粉症ねちょっとこじらしたりするとやっぱり鼻ね吸ったりねグーッと吸ったりすると耳と鼻つながってるんでね、今度は中耳炎とかね併発する可能性もあるので、鼻は噛んだ方がいいと思います。で先日ですね、花粉症の予防方法なんていう動画もね、出したりとかしてますので、そちらの方も参考にしてお過ごししていただければいいなというふうに思います。僕もねちょっと花粉症をね持ってて結構厳しい辛い生活続いてるんですけども、やっぱりそういう時はね薬飲んだりしてます。で運転とかねされる方はね本当にね眠気の少ない薬を選んでほしいですし、ちょっとおかしかったらねやっぱり機械作業、運転とかあと高所でのね作業をする方はそれを避けてもらって、あと本当にアレルギーのお薬によってはですねお酒を飲めないものもあったりします。このザイザルなんかはね本当にお酒飲めなかったりとかしますし、飲めるお薬もあるので、そこら辺はですね、薬剤師に相談してもらったらいいかなというふうに思います。すいませんね、ちょっとはっきりとしたその明確な理由っていうのが本当に個人の考え方によって変わってくるようなお薬なんで、こういった回答になってしまいましたが、参考にしていただければいいなというふうに思います。ちょっと久しぶりにね薬系の動画出しましたけども、今後もねコメントしていただいたら、そういった動画もあげますし、やっぱ話題にね沿ったね内容の薬のお話していけたらいいなというふうに思っておりますので、まだチャンネル登録されていない方はですね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。